ホバートは、オーストラリア連邦タスマニア州の州都である。ホバートはオーストラリアでは、シドニーに次いで2番目に古い都市である。イギリスは、フランスの探検家の存在を心配する中で、最初の入植として、1803年にダーウェンと、川東岸のリズドン湾に、流刑植民地を建設した。1804年にはより、良い場所を求めて、現在の場所である、サリバン湾に移転した。 この辺りはもともと、汎栄牧民のムーニア族の居住地であった。ヨーロッパ人との交戦や移民によってもたらされた、伝染病の影響でアボリジニの人口は減少し、自由移民や囚人の人口が急速に増加した。生物学者のチャールズ・ダーウィンは、1836年2月に、ビーグル号の探検の一環として、ホバートを訪れた。 南太平洋の捕鯨やアザラシ貿易、これに関連する造船業の中心地として急速に主要港として発展した。ホバートタウンは1842年に市となり、1875年にホバートと命名された。その名はイギリスの植民地秘書官だったロバート・ホバート卿にちなんでいる。州南東のダーウェント川の河口に所在する。市中心部は、 ダーウェント川西岸のサリバン湾に隣接している。四季はダーウェント川の川岸からウェリントン山の丘陵まで広がっている。サリバン湾の全体がホバートの港になっている。ホバートの中心部欠片の気候区分では西岸海洋性気候で温暖ではっきりとした四季を持つ。南半球なので夏は12月から2月である。一般的に夏は涼しく。 摂氏25度を超える日も少ないが、稀に非常に暑くなり、摂氏35度を超えることがある。しかし夜は、気温が下がり、その暑さも1、2日で終わることが多い。グレーターホバート地域は、人口19万1169人である。ホバート市ローカル政府地域は、人口4万7319人である。2016年の国勢調査により、 グレーターホバート地域の人口は222,356人である。平均年齢は40歳である。オーストラリアで最初の合法カジノはサンディベイにある17階建てのレストポイントホテルで1973年にオープンした。市中心部から数キロメートル離れているが、今もホバートで最も高い建物である。 オーストラリアで最も古い劇場である、シアターロイヤルの本拠地である。ホバートの旅客鉄道とトラムは1950年代に廃止された。現在、都市の主要な公共交通機関は、公営と民間のバスである。また、ホバート国際空港と、より小さいケンブリッジ飛行場がある。ありがとうございます。